今年の期待作教えます。ということで今回は今年2023年放送予定のアニメの中から期待してる作品を厳選して紹介していきます。今度よければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。まずは2023年春クールから、まさむねくんのリベンジ2期。まさむねくんのリベンジは1期は2017年の冬クール放送だったので、6年越しの続編ということで、いやーついに見れますね、まさむねくんのリベンジ。こちらどういった作品かと言いますと、デブで冴えなかった主人公、マカイまさむねが激痩せしてイケメンへと変身し、過去に自分をこっぴどく振ったあだあきあきを惚れさせてから、最高の形を振るために奮闘するリベンジラブコメディ、そういった作品になります。まさむねくんのリベンジは原作の方がすでに完結している、そういった作品なんですけれども、最終巻の特装版の方には最終巻のその後を描く OED がついていて、アニメ2期の方もいつか来てほしいなと心待ちにしていましたので、今回の2期めちゃくちゃ楽しみなところでございます。続きましてこちらの作品、私のよりはお仕事です。こちらの作品はお嬢様学校を模したカフェリーベ女学園を舞台に繰り広げられる恋愛模様を描いた作品になります。最近はユリ作品が流行っているので、タイトルにもある通りこちらの作品はうまくいけば人気が出ることもあるんじゃないでしょうか。こちらアニメーション制作会社パッショーネ×スタジオリングスになります。続きましてこちらの作品、 2.5 次元のリーサ。こちらの作品は2次元のキャラクターリリルに愛情を向ける男子高校生奥村正宗とリリルのコスプレが好きな女子高生天野リーサを描いたコスプレコメディ、そういった作品になります。本作はお色競争の刺激が強い作品でもありまして、過去には iOS アプリ版で配信できない時期もあったんですよね。現在はお色気シーンに規制が入った修正版が配信されていますが、エピソードによっては隠しすぎて何が起きてるかわからない場面もちらほらあったりするという感じで、このエロい描写をアニメではどう描いてくれるのか、そういったところも期待していますし、もう一つの魅力であるコスプレアに対する熱い思いが描かれている、こちらの作品めちゃくちゃ熱いラブコメ作品なんですよね。最近のアニメ化作品でコスプレを題材にしているアニメ、そのビスクドラを雇用するとはまた違う形で、コスプレを仕事にしているプロのレイヤーたちの交流やイベントへの参加が多く描かれていますので、自分たちが一番だというバトル漫画のように熱い、そういった展開が描かれていくんですよね。それらの要素がどれも魅力的なので、アニメでは一体どう描かれてくるのかかなり期待しております。続きましてこちらの作品、推しの子。こちらの作品はお仕事もの、サスペンス、恋愛もの、様々なジャンルの要素を内包した作品で、こちらは原作の方を読んでる作品の中でも一番期待してる、それくらいに好きな作品となってます。推しの子は芸能界の華やかな部分やシビアな部分双方をリアルに、そして膨大な熱量で描かれるのが特徴で、この斬新な設定と先が読めない展開がたまらなく面白いんですよね。1話はなんと90分枠で放送されることが決まっていて、この1話の掴み次第でアニメの方も爆発的に盛り上がると思いますので、楽しみにしております。アニメーション制作会社は動画工房になります。続きましてこちらの作品、鬼滅の刃刀鍛冶の里編。こちらはテレビ放送に先駆け、刀鍛冶の里編第1話が映画館で鑑賞できるワールドツアー上映、鬼滅の刃上限集結、そして刀鍛冶の里編へ、こちらが2023年2月3日から見られるということで、制作時の気合もかなり感じられますし、期待値もさらに高まっていますね。アニメの内容で言うと、刀鍛冶の里編は無限列車編の倍近く、遊郭編と同程度のボリュームがある、そういった物語となっていて、ストーリーの内容は遊郭編で上限の鬼牛太郎との戦いに勝利した炭治郎が失ってしまった日円刀を再び手に入れるために刀鍛冶が住む里を訪れる、そういったストーリーになります。刀鍛冶の里編はメインで登場するキャラクターが数名入れ替わり、新たな柱とその過去にスポットが当たり、見どころはかなり多いのですごく楽しみにしています。続きましてこちらの作品、機動戦士ガンダム彗星の魔女第2クール。こちら第1クール最終回ではスレッタやミオリネがいるプラントが2機のガンダムに襲われ、多くのキャラクターたちが大ピンチになり、衝撃展開の連続で終盤の引きに関してもめちゃくちゃ続きが気になる、そういった展開だったので、いやー早く2クール目見たいですね。こちらガンダムの新作でありながら初の女性主人公ということで、様々な新しい要素を取り入れてガンダムにまた新しい数を吹かせた、そういった作品なので2クール目をかなり期待しております。続きましてこちらの作品、地獄楽。こちらの作品は最強の忍びが極楽城と呼ばれる島で不老不死の戦略を探すダークファンタジー作品になります。地獄楽で期待している要素はやはりアニメーションですね。地獄楽は刀を使った異形とのバトルやアクションも多いので、アニメーション制作会社マッパの戦闘作画も期待しています。このスタレーシな絵柄と生死をテーマにした深い世界観には一気に引き込まれますので、アニメ化でさらに人気が出るんじゃないでしょうか。こちらもめちゃくちゃ楽しみでございます。続きましてこちらの作品、僕の心のヤバいやつ。こちらの作品は中二病全開の陰キャ男子中学生市川と学園カースト上位の美人ヒロイン山田、住む世界が違う異なる二人の関係性の変化を描いていく作品で、作品の系統で言うとこじらす系の私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いと、日曜ラブコメのからかい上手の高木さんのハイブリッド版みたいな感じですかね。ガチの中二病男子とド天然美少女の一進一退の恋愛模様に共感したりキュンキュンしてしまう作品なので、ラブコメ好きの方には特におすすめの作品になります。続きましてこちらの作品、バーディーウィングゴルフガールズストーリーシーズン2。こちらの作品は女子ゴルファーたちの青春ストーリー、そういった作品で、賭けゴルフでお金を稼いでいるイブとお嬢様のエリートであるアマーシャ葵、育ってきた環境、ゴルフへの向き合い方など全くタイプの違う二人が出会い、お互いに影響を与えながら進行していくストーリーはガールミーツガールとしても楽しめますし、本格的なゴルフ描写にもめちゃくちゃ熱くなりますので、こちら2期もめちゃくちゃ楽しみなところでございます。続きましてこちらの作品、ミックス名声ストーリーシーズン2。ミックスは親の再婚によって血を繋がらない兄弟になった立花トーマと立花総一郎がバッテリーを組み、甲子園を目指す物語で、2期の内容としては高等部1年の夏が終わった時期から物語が再スタートということで、1期でも描かれた青春スポーツラブコメディに加えて立花兄弟を取り巻く家族のヒューマンストーリーが魅力的な作品ということで、こちらアニメから入って原作を読むくらいにハマった作品なのでめちゃくちゃ楽しみでございます。続きましてこちらの作品、魔法使いの嫁シーズン2。こちら
待望の2期ということで、主人公チセの境遇と異形の魔法使いエリアスとの出会いがメインになった1期から、2期では英国学園に入学するカレッジ編がアニメで描かれます。こちらの作品は硬派な世界観やキャラクターが魅力のファンタジー作品なので、そういった作品が好きな方でまだ見たい方は今のうちに第1期から見てみるのもありかなと思います。ということで、ここからは2023年夏アニメということで、こちらの作品呪術廻戦2期。呪術廻戦2期は五条悟と夏油傑の呪術高専時代を描く海賊玉折渋谷事変が連続にクールで放送されます。呪術廻戦の2期の内容は好きなシーンがめちゃくちゃ多くて、これらの内容がついにアニメで見られるということで、かなり楽しみにしています。内容としては呪術師 VS 呪詛師のかつてない規模の壮絶な死闘が描かれますので、見応えめちゃくちゃあるかなと思います。続きまして、こちらの作品響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト編。響けユーフォニアム4年ぶり待望の完全新作が2023年夏に中編アニメーションとして劇場上映ということで、こちらの作品は高校の吹奏楽部を題材にした青春群像劇で、ついに続編が見られるということで、めちゃくちゃ楽しみでございます。新しく部長になった久美子が北尾城の吹奏楽部をどう成長させていくのか、そういったところが見どころかなと思います。なんといっても響けユーフォニアムは歴代のアニメの中でもめちゃくちゃ好きな作品になりますので、2024年放送予定の3期も合わせてめちゃくちゃ楽しみにしております。続きまして、こちらの作品とにかく可愛い2期。こちらナスと司の尊い新婚生活はまた見られるということで、去年配信されたとにかく可愛い制服もめちゃくちゃ良くて面白かったんですが、やっぱりワンクールの枠で見たいなと思っていましたので、こちらかなり好きなラブコメ作品ということもありまして、すごく楽しみにしております。ということで、ここから紹介していく作品は年内放送予定で次期未定の作品になります。まずはこちらの作品、ようこそ実力至上主義の教室3期。シリーズ累計発行部数2023年1月時点で650万部突破の人気作の3期ということで、2期でついに見えてきた綾小路の強さからタクラスとの攻防、それらの要素が3期でまた盛り上がっていきますので、かなり楽しみにしています。よりつは原作人気は凄まじい作品なので、2期の内容もかなり賛否両論があったりと、この作品に対する期待値ハードルはめちゃくちゃ高いので、3期では一体どうなのかすごく気になるところです。続きまして、こちらの作品そのビスクドールは恋をする2期。捨て恋は1期は爆発的に人気が出た作品で、2期が決まるタイミングもかなり早くて嬉しかったですね。1期のクオリティはかなり高くて、原作内容をうまくアニメに落とし込んでいましたので、2期もかなり楽しみでございます。ひょんなことからコスプレ衣装制作という共通の目標を持ったことで、急接近する正反対の性格の2人の関係性や、コスプレという要素によって全く違った情熱やドキドキする展開が盛り込まれた青春ラブコメとなっていますので、まだ見てない方にはぜひとも見てほしいですし、捨て恋は原作との比較をしても面白い作品なので、2期放送前に原作コミックスをチェックするのもありかなと思います。ということで、今回は2023年放送予定のアニメの中から期待している作品を厳選して紹介してきました。今年は原作人気が高いビッグタイトルから待望の続編、期待の新作など、去年と同じくらいに豊作の年になりそうなので、今後放送される作品はすごく楽しみです。皆さんの楽しみにしている作品もコメントで教えてください。この動画が良ければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でしましょう。バイバイ。